梅まつり期間中一般公開されている修理現場を無謀にもお引きずり衣装で見学すると言って聞かない大岡さん。すごい。そしてまたまた無謀にも茅狩りに挑戦。大丈夫かな、ご迷惑かけないかな。そしてドヤ顔で私が作ったと言い張る大岡さん。普段間近で見ることがないし、剪定する機会などもありません。とっても貴重な経験ができました。何やら賑やかな和太鼓の音色が聞こえてきました。奈良ラッコの会の皆さんの演奏です。勇壮な太鼓の音がズシンズシンとお腹に響きます。大岡さん、やっぱり良い匂いに釣られてしまいました。しかしお財布を事務所に置いてきたことに気づき、しょうがないから私がお金を貸してあげることにしました。お目当てのイチゴをゲットした大岡さんでした。たくさんのお店が会場内に良い匂いを漂わせていました。続いてコミカルな音色に乗せて古典芸能の南京玉すだれの公演です。さて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 も南京玉すだれ、世にも不思議な玉すだれ、あちゃく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 ちゃちゃっこちゃくちゃく。竹馬を見つけた大岡さん、このお引きずり衣装で無謀にも竹馬に乗ると言い出しました。言い出したら止まらない大岡さん、どうなっても知らないよ。怖い怖い、見てられません。竹馬を持っていたから本当は乗れると言い張ります。梅まつり会場散策はまだまだ続きます。展示古民家にはお雛様が飾られています。別の古民家でも焼きもち体験や木と竹のワークショップなど盛りだくさん。コスプレイヤーさんとも出会いました。なんか見つけましたよ。大好物が見つかった。大岡さん、大好物を見つけてしまいました。大和の地酒販売です。大岡さんの目の色が獲物を見つけた目に変わりました。これ宝飾、これ宝飾、奈良駅で。はいはいはい、こっちのとこね。そうですか、ありがとうございます。お金持ってる？お金持ってないね。ならトイツで貸したのかも。貸してもらって貸してくれる。300円です。今飲んでいただきます。はい、はい、ありがとうございます。お酒飲みます。はい、千代の松、千代の松ね、濁り酒です。はい、いただきます。はい、いただいてください。うまそう。美味しい、さっぱり。よかった。飲みやすい。これあかん、水みたいにいてまう。やばやば、暴れたらあかんだよ。口当たりいいんで、口当たりめっちゃいいね。はい、まあ、ゆっくり上がってください、ね。あかんか、これ一気にいきそう。今喉乾いてるから。余計に。俺もあのさらっとした酒好きやな。舐めるぐらいする？舐め。いや、ほんまこれおすすめ。あの、舐めたら飲んでしまうから多分。ごめんなさいね。あ、いいよ。
わふわすると出来上がってしまった大岡さん。撮影はまだまだ続くのに大丈夫かな。雅楽愛好家グループ青鬼雅楽会の演奏です。会場は旧岩本家住宅。旧岩本家住宅は約180年前に建てられたもので国指定重要文化財です。大岡さん、スマホで写真を撮っていますが、もしかして。やっぱり、SNS へ即、アップしていました。旧前坊家住宅は、約180年前に建てられたもので、県指定有形文化財です。奈良県立民族博物館では歴史ある古民家で自由に撮影ができます。大岡さんはドローン G を突き従わせてご機嫌よく撮影。ドローン G さん、ファイトです。梅祭り会場散策はまだまだ続きます。公園の東側に民泊梅林があります。緩やかな斜面に100本を超える梅が植えられています。見頃を迎えている梅林に大岡さんがやってきました。少し日が傾き始めた中、写真撮影を楽しみました。公園には四季折々の草花が植えられ、季節ごとに色とりどりの花が楽しめます。菜の花畑にやってきました。黄色い菜の花畑は格好のインスタ映えスポットです。コスプレイヤー大岡と巡った会場散策もこれで終わりです。